え皆さんこんこにちは、えー、そして本日こちらにお集まりいただきましたマスコミ各社の皆さんそしてスタジオをご提供いただきましてまたこの生放送をやっていただきましたニコプロさん本当にありがとうございます <laughs> やめなさいその格好 <laughs> はい <laughs> ちょっとね固めに行こうと思っておりますがレフェリーの吉野慶吾でございますえー、まあニコプロさんの方からは事前にちょこっとこの番組の予告がありました通おり今年え私 まあおかげさまでこう先日6月の30日に、えーまあ、プロレス業界、えー、デビュー10周年を迎えまして、えー、またこうその以前の活動、えー、まあお笑い芸人をやっていた時代、えー、2002年にデビューしておりますので2002年の夏デビューということでまあ、この夏、まあ、芸歴としても15年、えー、レフェリーとして10年という、えー、節目を迎えるにあたりまして、まあ、このたび。 昨年のあれに懲りずに、えー、自主工業をやらせていただく運びとなりました。で、えー、その自主工業の概要を、えー、ここで皆様に発表させていただきたいと思い、本日お集まりいただきました。えー、よろしくお願いいたします。で、えー、まず早速ではございますが、えー、その前に画質が荒い気がというのが出ておるのですが、大丈夫でしょうか。こんなもん。<laughs> えー ニコブロのよめにこんなもんすねというお言葉をいただきましたのでこのまま進めていきたいと思いますはいえー、私今年の自主興行えー、昨年はあの東京の新宿あ新木場ファーストリングで 2days、えー、で行ったんですがまあ去年のその、まあ、9周年の中途半端なタイミングでの興行よりはやっぱりインパクトのあるものをしなきゃいけないだろうということで今年は 3ー・デイズを行います、えー、3日間そして、えー、定点ではございません今年開催いたします私の自主工業はこちら10月の20日21日22日、えー、3Days、えー、東名阪ということで東京名古屋大阪三大都市ツアーということで、えー、自主工業でやってしまいます、えー、こちらですね、えー、10月20日金曜日はあすいませんこれちょっとプレートがかぶってますね 10月20日金曜日夜7時から新木場ファーストリング、えー、そして、えー、10月21日土曜日には、えー、名古屋の、えー、鶴舞スポルティーバアリーナ夜6時から行います、えー、そして、えー、10月22日日曜日このツアーの、えー、最終地点は大阪になるんですがこちら見慣れない会場だと思います、えー、実はこの北条体育館 私の小学校の母校の体育館でありましてこちらプロレスでは初利用となります地元のバックアップ講演もいただきましてこちら私の地元大東市にありますんだっけ飯森コミュニティプラザというところの北条体育館にて開催いたしますあいいですこちら一度こちらにもお向けいたしますねはいでですねえまあこちら3日間 あもちろんね大阪の会場だけ行ったことないというのはあじゃあこのまままちょっと行っとておきますねあのプロレスで今まで使ったことないところなのでえあの大東と言いますけれども意外とあのアクセスはいいですあの私すごい大阪の、まあ、大東市出身というところで、えー、ものすごいもう僻地なイメージを持たれがちなんですが。 まあ、関西の方だと分かると思うんですがあの環状線の京橋駅から、えー、電車で15分の駅でございますので、えー、ぜひね気軽に来ていただければなと思いますあの緑豊かなであの駅からも徒歩56分というところでございますのでもう道まっすぐ行っていただければはい、えー、着く会場でございますので、まあ、こちらやっていきたいんですがあの、まあ、私のイメージとしましてこの東京名古屋に関してはもちろんこうプロレスファンの皆さんに、えー、楽しんでいただけるカードということでやることはも,うもちろんなんですが。 えー、この大東に関してはですね、まあ、ちょっとこう地元の私はあの毎年5月に野崎プロレスというのをやっておりまして、えー、野崎参りというイベントに合わせてやっているイベントなんですが、まあ、こう地元の子どもたちにこうプロレスを楽しんでもらったりこう地元のプロレス見たことない人たちにこう楽しんでもらってプロレスを好きになってもらえるような大会をやりたいなということで、えー、こちらに関しましてはあの私がその5月にやっております 野崎プロレスの共催という形をとってやらせていただきますで、えー、今質問がありましたが難、えー、波からですと大体3 4 0分ですね難、はいえー、波から鶴橋に出ていただくなりして環状線で京橋経由で行っていただけると、はい、あの5月のは無料なんですが今回え10月の私の興行は有料となりますで、えー、まあ小学校の体育館をイメージしていただければえすごく分かりやすいんですが ちょっとあの大阪では最近ないパターンのこれちょっと A4 で見にくいんですが座席表を作ってきましたはいであのー、こちらなんですが正面に関してはあのよく田舎の太鼓館であるえご座スタイルですね地べた座りスタイルではいえーすみませんこちらちょっと時間が間違えていますねこちら14時からですかねはいえーご座スタイルでえ2階の通路のところが特別感染エリアということで席なしなんですがスタンディングになるんですが。 えまあ人数限定で上からこう写真とかをね撮られる方は非常に見やすい形になるのかなと思います。でステージの上だったりとかえまあリングサイドには椅子を設置してというまあ椅子と地べた座りとスタンディングが混在する形のえ座席表になっております。で段差がないのであの2階のところがあのものすごく見やすい形となっておりますので、え。ー あのこちら2階に関しましてちょっとあの危険性がありますのでお子様の入場はご遠慮いただくという形でやります。こちらまた私のツイッターの方でもアップさせていただきますので、えー、ぜひ関西の方はお席選びの際、えー、参考にしていただきたいと思います。というわけで、えー、このような形のあじゃあ,あのちょっと <laughs> こちらにも置いときますね。ですか今日はちゃんとあの 各社来ていただいておりますので、はい、あの後ほど質問、そしてあの視聴者の皆様からも、えー、質問等々、バンバン受け付けていきたいなと思っております。で、えー、この10月の20日、えー、21、22の、えー、3デーズなんでございます,のございますが、えーまあ、気になる、えー、出場メンバーでございますが、えー、こちらも合わせて、えー、発表させていただきたいなと思います、えー。ちなみにこちらの出場メンバーはこちらです。 はい、現段階、えー、第1弾の発表選手ということで、えー、出させていただきましたが、まあ、あのベースとしては昨年やりましたあの時の大阪を、えー、東京に持ってきた 2Days の、えーまあ、その中でも自分の思い入れが強かったりとか、えーまあ、確実に楽しんでいただけるメンバーを参戦していただくという形で行ったんですが、まあ、前回はなかった、えー、軍曹選手であったりとか。 はいえー、も参そしてあのー、ちょっと僕が思ってたのと違ったんですけれども非常に面白かったユン・ガンチョル、えー、そしてこの間違いないベテラン勢であったり若手の期待三原選手そして今なぜ菅沼さんにだけ寄ったんだ寄るな <laughs> いや菅沼さんの宣材、あのー、写真もうちょっと面白いのにしようかなと思ったんですけどあまりこう期待されすぎてもあれなので、あのー、普通の宣材写真で。 言っております、はい、で、えーまあ、東京大会限定で参戦する選手としましては、えー、私の所属しておりますマカイから、えー、志田選手、真、えー、野鋼選手バッファロー選手で、えー、マカイ提供試合もできればいいなと、えー、思っておるんですがこちらに載っていないのですが先ほどこちらの会場に来る前に決まった東京大会限定の参戦選手がございまして。 えー、こちら東京大会限定で、えー、プロレスリングのあの原田大輔選手の参戦が決定いたたししました、はいえー、昨年に引き続き、えー、原田選手の参戦ということで、えー、またちょっとねこの大阪の雰囲気に戻ってきて、まあ、昨年はちょっとねあのいろいろいじりすぎた部分があったので今年はこう。 なんていうんですか、ね、ちょっとストロングな普段やってる原田選手をそのまま昔のメンバーの中に入れてみたらどうなるのかなとか思ったり、えー、しております。はい。大丈夫です。さっきあのノアさんの確認を取りましたんで。はい、ねあの中にはねあのどうしても菅沼さんとの絡みが見たいという方もいるかもわかりませんが、えー、ここ今年はストロングでいきます。はい。えー、ですので皆さんもこちらもご期待いただきたいと思いまして、えー、そしてですね、実はもう一人 あのこちら、全戦参戦になると思うんですがこちらに乗っていない選手がいましてあの先日、えー、このニコプロの世界のプロレスで中継いたしました私が遠征いたしました、えー、新台湾プロレスで、えー、あの日の昭選手や田村和弘選手と対戦いたしました、えー、19歳のヘイセンバーグ選手が参戦いたしますはいものすごいやんわりしたやり取りしかしてないんですけどももうさっき来るっていう連絡をもらったのでここで発表してます。はい、えー、あのー ニコプロミンではちょっと評価の高かったあのスカイ選手あの中2って書いたねあの顔芸の面白い選手なんですが彼は現在兵役に行っているため難しいということでえこれも外国人あるあるなんですが今軍隊に行ってるから無理という返事が来ましたので今回はヘイセンバーグでまたいずれねえチャンスがある時にはスカイを呼びたいなとえ思いますのでそうですそうですラ選手に逆エビをやった19歳ですよ。なので今回実は ユン・ガンチョルを皆さん、韓国人だということを忘れがちですが、韓国人もいたり、台湾人もいたりというところで、非常にあ普段見られない組み合わせが見られると思います。そして、名古屋大会に関しましては、名古屋といえばおひざ元、久保田ブラザーズのお二方、そして、コナカ・ペールワン選手、そしてですね、あのこの、これは五色ではありません、山田・ペールワンという選手なんですが。 これに関しましてはものすごく古い関西のプロレス知識を持っている人しかご存じないと思いますがかつて大阪で一瞬だけ出てきたバッファロー選手の中身がペールワン化するキャラクターがおりまして、えー、ナスキーホール梅田が阿鼻共感の図になった伝説のキャラクターがおりますその山田ペールワンがなんと名古屋大会に特別参戦いたしますはい 山田の下で言うとまあ、ケイスケっていうとこですかねはい、えー。山田ペールワンちなみに山田ペールワンに関しましては小中ペールワン選手とのシングルマッチを決定いたしますはい、えー。山田ペールワン対小中ペールワンということで、えー、これを見てた方がどれぐらいいるかわかりませんがとりあえずぶっこんでいこうということで、えー、名古屋大会試合順は未定ですが小中ペールワン対山田ペールワンシングルマッチ、えー、こちらを決定しております まあ、両者にねあの特別な何かがない限りりんかこう怪我とかがない限りは、えー、そのまま押し進めていこうかなと思っておりますさあそしてえー、ケイスケかよってあそうですよバッファローさんですよはい山田ペールワーンってだからあの参戦前線に書いてない意味ではこういうところで、はい、コ,ナコナペ対ヤマペということで、えー、行いますさあそして、えー、こちらですね大阪大会 大阪大会に関しましては、まあ、大阪、えー、を拠点に活動しております選手、えー、多数参戦するんですが、まあ、その中で現在確定しておりますのがたこやきダー選手とアルティメットスパイダージュニア選手、えー、そして、えー、私が先ほど言いましたあの5月にやっております野崎プロレスの共催ということで、えー、野崎のレジェンドというダイナマイト野崎選手という、まあ、おそらく野崎プロレス以外に出てくることはない選手なんですがこちらの 選手も特別に参戦していただきますさあ、えー、このような形で全3大会行うのですがはい <laughs> それその <laughs> あの今ニコプロさんからあのメッセージが届いたんですが「ニコプロ旅費ないからニコプロで見れるとか期待しないで」ということで、えー、言われておりますので。 どうなるか分かりませんですので皆さん是非ね会場に足を運んでいただいて、えー、見ていただければなと思いますので皆さん東京大会もう一度ね、えー、大会の途中から来られた方もいらっしゃいますので、えー、開けておきますが、えー、10月の <laughs> <おい笑>吉野さんが取ればいいのではってさ自主興行でさプロモーターをやりながら工業回しながら全試合レフィリーしながら取れと。 ニコプロん俺をニコプロスタッフだと思ってないかいやだから吉野カメラは持っていきますよもうじゃあ九州に来てっていう,もうじゃあの意味が分かんないもうじゃあの意味が分かんないあの質問を受け付けたいけどあの皆さんから無茶ぶりばっかりはちょっとやめていただきたいですねはい、えー、皆さんぜひね会場に来ていただきたい菊さんいやあのちなみに先ほど発表しました選手これが全員じゃないですからあの本当は自分の頭の中で 固まってるカードはあるんですがまだその参戦の了承が得れてない選手が数名いらっしゃいますのであのー、そこに関しましてはおいおい発表していきたいなと思いますまああと3ヶ月ちょっとありますので、えー、徐々に徐々に出していきたいなと思いますので皆さん今後の、えー、続報にもご期待いただきたいと思います。ああののー、のこんんななカードがが見たたいいいいととかねいろいろ提案いただければふーんって思思ら読むと思いますので、あのー <laughs> こちらの上に出ておりますのレフ、えー、こちらのツイッターの方にリブなんか寄せていただければなと思いますので皆、はいえー、さん是非いろんなご意見とかあとあのチケットの発売はですね、えー、の7月の末ごろを予定しておりますので、えー、発売になったら皆さんガンガン見に来る予定ない人の分まで買っていただければなと思いますでまあここからはまあ自分のこう何て言うんですか まあ気持ちというかこの志に関するものなんですけれども、あのーまあ、昨年の興行の時に、まあ、自分自身何、えー、て言いますか、まあ、クオリティにとことんこだわりたいというところがありましたので、まああのーね、全員大阪から飛行機で呼ぶとか。 そ、ね、それこそ僕シュープロさんではあの「面白くなかったら全額返金します」っていうのを言ったらシュープロモバイルのトップに乗せられてやっべえって思ったこともあったんですが、えー、今年もその気持ちは変わりませんあのもちろんクオリティ重視でいきますしであの何、ー、て言うんですかね選手にこうチケット売れとかいうことは僕は一切ないので、はい、あのー、選手にはもうひたすらチケットを売ってもらうとかじゃなくてえー 本当に来られたお客さんをお腹いっぱいにするパフォーマンスを、えー、していただきたいなと、もうそれだけでありますので、えーまあ、そういう意味ではこうクオリティだけに期待して、他の選手が参戦発表される前に、えーまあ、皆さん見ていただければなと、チケットをお買い求めいただければなと思います、そうすることによって、えー、僕の精神衛生が保たれます、えー、早めに動かないと、あのー、本当に昨年の7月は僕、ノイローゼに、今頃ですね、ちょうどね。 あの昨年の私自主工業がこの、まあ、7月の1617でしたので、えー、今の辺りはそろそろ頭は毛抜けてくるんじゃないかなと思っておりましたが、はい、皆さんぜひねあの期待していただきたいとそして女子は志田さんだけですがこれがですね、えー、まあぶっちゃけて言いますと現在数名交渉しておりますはいなので他にも出るかもしれませんがまだいかんせんこうゴーサインが出ていないので何とも言えませんですが女子は入れるつもりです どんな形であれ入れていこうと思っておりますのであの、まあ、先ほどのメンバーで言いますと例えばかつての昨年やった昔の大阪プロレス勢がいたりダブプロレス勢がいたりとこの時点でまあ一つ、えーまあ、イメージがミックスするんですがそこに女子が入ったり東京でありますと魔界連投会の、えー、提供試合があったりということで。 まあ今自分がこう現状で絡んでいるものもいろいろ交えてまあ自分の公共でしか見せれないようなえ空間を作っていきたいなと思っておりますのでこの辺りはあもちろんあれですよチケットを選手予約をしていただいても結構ですので,でもちろん選手予約していただければ選手にいいことがあるということでございますのでパピオンケミをなるほどねなんであのそのさアイガーとかパピオンケミとかさ女子って言ったら次にそこが来るんだい 色物ばっかりを色物っていうか愛川に関しては色物じゃないけどね。はい、えー、というわけでございまして皆さんぜひこちらあとです、ね、一応チケットの料金設定も出ておりますのであのー、こちら基本的にはまあ、654という形で、えー、組んでいこうかなと思っているんですが。 はいえー、こちらチケット代金が、まあ、新規バファーストリンクが最前列6000円リングサイド5000円ひな壇指定席が4000円の、えー、北側に設置いたします自由席が3000円そして名古屋大会が正面最前列が6000円そしてリングサイドが4000円とあとこのね、えー、スポルティーバーに関してはちょっとね新しい試みというか今までやったことないんですけども、あのー、スポルティーバーに行かれた方ご存知だと思うんですがあのカウンターがあるんですねバーカウンターが。 あそこのお席を飲み放題をつけて、えー、販売しようかなと思っておりまして席数限定なんですがこちらに関してはドリンク代が必要なく、えー、カウンター席8,000円ということでもこれにチケット代と飲み放題飲み放題の料金が含まれているということでございますのでね、えー、いろいろ。 まあ、ダブ的な試合も入れようかなと思うのでそういう時は、ね、飲みながら見ていただいた方が、えー、楽しめるかなと思います、えー、カウンター席こちらもぜひご期待いただいてそして、えー、最後があの大阪の大東市の北条体育館ですね、はい、北条体育館が、えー、こちら最前列が6000円、えー、リングサイド5000円そしてあのステージの上 え基本場外乱闘には巻き込まれないような4000円のお席と2階の先ほど言いましたえ特別観戦エリアえあちらが4000円でこの2階特別観戦エリアは18歳未満の方はえ立ち入りをご遠慮いただきますと言っても別にいかがしい席ではありませんはい、えー、あのよくある本当に体育館のこのポールしかないんですよね手すりとその下にポールしかないのでこうお子様が遊んで 落ちたりすると大変なことになるので、こちらは18歳以上限定とさせていただきます。え、そして1回の一般自由が3000円、小中高生は1000円という形でやります。あのー、スポルの飲み放題ビールもあります。はい、ありますよ。カレーも飲み放題にはなりません。はい、カレーはあそこは水曜日に行ってください。カレープロレスですね。はい、さあね。僕がちょっとこう。真面目に席を解説している間にコメント欄がもう大喜利みたいになってますね。はい。 えー、ト,リトリプル H に出ますかトリプルに該当するようなネーミングの選手を作って出せばいいってことですかねはいあちなみに策はちゃんとあります策はあるんですがお子さんの体格だとすり抜けれてしまう可能性もあるので、えー、念のため事故防止のためにあのー、お子様は立ち入り禁止とさせていただきますのでご了承くださいさあ55歳ですが中学生でいけますか、まあ、それ相応の身なりで来たら俺がジャッジしてやんよはい えー、ていうか、いいですか、55歳、平日の昼間から何してんだ夜のお仕事なのかも分かんないですけどもね、かといっても55歳で中学生で行けますかっていう、真昼間からそのボケを俺に投げかけてくる辺り、ちょっと不安になりますけどもねで、どれかニコプロで放送予定ですかというコメントがありましたが、えー、先ほどニコプロからのコメントがありました通り、 えー、ニコプロは旅費がないのでニコプロで見れると思うなよということでございますので、えー、皆さん会場に足を運んでください見ていただいてこそ生で見ていただいてこその、えー、楽しさもありますのでね是非、えー、よろしくお願いいたしますさあ、えー、それではコメント欄もねバンバン質問が来ておりますが皆様からの、えー、質問等も、えー、受け付けていきたいと思いますがあ3大会見たら何か得点ありますがありますかそうそれをねえー よくく言言っってててれれたたた俺言おうと思ってたこと思こ忘れてた今回も一応大会記念としてパンフレットと、えー、T シャツとタオルであったりとかを作ろうと思っているんですがあのー、そうですね例えば2大会来たらパンフレットとかタオルとかで3大会来たら T シャツ新呈とかしようかなとちょっと思ってます。はい 吉野さんの面白おも面白かどうか分かんないですけど前大会、はいえー、ですのでもし3大会来ていただきましたらあのー、そうですね初日だけ入院しようかな初日に全大会のチケットを、まあ、見せていただければ何か得点をつけようかなと思いますので、えー、ぜひ T シャツをゲットしに来ていただければと思います。ニコプロはシュープロ裏表紙に広告出してたのに旅費がないと。 <laughs> あのそこに2社いるからその2社の関係を出すのをやめてあげて <laughs> まあ読まんかったらいい話やねんけどな <laughs>、はい、去年の地獄を見た上でよくやるなとそこで俺れてたら男じゃねえだろうということで今回こういう頭のおかしい、えー、イベントをね、あのー、組んでみたわけですよ、はい、ですのでこう皆さんに来ていただく、まあ、ぶっちゃけチケットが全部売れたとしても儲かりませんいろいろ考えたらはい なのでこれから必死であのー、まあ何てうんですかもう僕あんまりこの言葉使いたくないんですけどまあ協賛であったりとか、えー、そういうものも取っていこうと思いますのであの皆さんねこの大会ちょっとサポートしていただける方はぜひまた私の、えー、ツイッターの方とか、えー、出す情報を見て頂ければなと思います。まあ、今回3大会ありますのでちょっとこう幕みたいなものとか作ろうかなと思っておりますし。 あのチケット取り置きしてたら3大会分ってあのその日のうちに全部取り置き引き取ってもらいますんでその時点で全部あのなんですかコンプリートという形にさせていただきますので大丈夫ですよ。原価低いグッズでボロもうけやせやな <laughs> せやな。はい、えー、ですので、まあ、グッズももちろん作りますし。 えま昨年やったパターンですとあのご協賛いただいた企業さんをこう T シャツに入れたりとかえいうこともありますのでまツアー T シャツみたいな形でね作っていこうかなと思っておりますえ東京以外での女子の試合の予定あります名古屋はちょっとできるかわかんないんですけどもあの大阪はえ女子も入れようかなと思っておりますのでえこちらぜひお願いしますおひねりはえ500円以上でお願いします。 えー、今回も菅沼さんのテンンション次第です、はいえー、菅沼さんが前回のようにみんな同じホテルに泊まってるのに寝坊して全員に置いてこられるというような事態があれば、えーね、何かあるかも分かりませんし、まあ、菅沼さんがどういうカードに入ってくるかも、えー、まだ未定ですので、えー、ぜひご期待いただきたいなと思いますさあ、えー、他にご質問等ありますでしょうか 基本は5試合以上という形で、はいえー、各大会5試合以上は組む予定でおります。あのーまあ、新規はちょっとね、あの新規場に関してはおそらく5試合という形になると思います。あの夜7時からなので、間、ま、接、あ、時間とかを考えるとちょっと5試合以上はきついかなという形もありますので、えーまあ、全大会5試合は確実にやりますので、皆さんぜひ、ねえー、お越しいただきたいなと思います。東京名古屋大阪 デスマッチかハードコアはありますか？そこね、いい質問ですね。多分、大阪は、えー、デスマッチ系はやらないです。っていうのがやっぱそのちょっと大会の趣旨が違うので、えー、そこはおそらくやらないんですが。まあ、ダブプロ勢が絡んでくる。以上1個ぐらい。そういうのをやれればいいかな。という、えー、自分の中ではやりたいなという気持ちはあります。ただ、そのメンツがどこまで揃うかというところですね。はい。 ささくらさんは出ません出,出ませんっていうかあのあでも復帰してんのかそのタイミングでも3日間お双子のお母さんを拘束するのも何かなというところはありますので、えー、まああのどの選手が出ますかという質問はおいおいの発表を待ってくださいはい、えー、そうであの体育館なのでねあんまりこうハードコアもできない最近ちょっときれいにしたところなので。 えー、大阪はデスマッチハードコアはありませんですが東京なんできれば名古屋はもう要は名古屋にちょっとダブプロスタイルを持っていきたいなという気持ちがありましていまだにやってないので、えー、あの近い距離でスポルティーバーの近い距離でダブスタイルをやれると最高かなと思いますはいさあそれでは、えー、他に何かありますでしょうか結構コメント欄がすごい充実して。 気づけばねあのー、見てる人も100人超えててありがとうございますね皆さん昼間から何やってんですか本当に <laughs> さあ燃えてますか燃えてるよ <laughs> 燃えなかったらやれねえよこんなことはい、えー、プレイガイドでの発売予定は、えー、7月末を予定しておりますが現在まだちょっとね、えー、座席等々の、えー、最終調整中でございますのではい。 あ大阪の開始時間見切れてるから大阪は14時です、はいえー、大阪は14時開始でございますで、えー、会場時間等はね、えー、また会場の方と打ち合わせてやっていきたいと思います参戦選手のフリップ、えー、あ大阪の場所ちょっと大阪の場所寄っていただいていいですかこれ北条体育館と言い,いましてもう一度説明しておきます、えー、大阪府大東市にあります、えー、JR 学園都市の野崎駅から、えー、徒歩56分というところですね あの新規倍数1枚お願いします。まだチケットも作ってないからちょっと待ってください。<laughs> あの正式に注文してくださいね。はい、えー、こちら、元北条西小学校体育館ということで、私の小学校母校でございます。えー、小学校時代の吉野恵子はそこで体,体育してたというところでございますので、えー、こちらお集まりください。さあ、そしてじゃあもう一回行きましょう。はい、えー、参戦選手ね、第1弾発表はこのようになっております。で、えー、まあこれがね、まだ第1弾でありながら、 え早速、ここに来るまでの間にえ2名選手が参戦追加されましてえ東京に関しましてはプロレスリングの,あの原田大輔選手えそして前線参戦といたしましてはえこの間の新台湾プロレスのえヘイセンバーグ選手19歳若手の選手がえ来日いたします今の北条小学校の体育館とは別ですえ北条小学校は山の上にありますので足腰弱い人だとえ会場に着くまでに死にます はいえー、そんなところにありますのでチケット予約受付は、えー、と7月末からになりますのでもうどうしようかなどうしようかなこれえっ、ー、とねいいですあの座席の指定はできないですが、えー、私のチケット受付のメールアドレスがありましてそちらの方にご予約いただければあの ニコプロのコメントで予約したっていうのはやめてください全く会うと終えなくなるんでいいですもうね受け付けますよ今日からうわ俺大丈夫かな俺俺大丈夫かなはいあのもう今日から受け付けますですのではいあのー、メールを送れ今から多分上に、あのー、メールアドレスが出ると思いますのですいません いやもうねこういうのはね勢いでいかなきゃいけないんですよ。バクチちの私としてはこういうときいかなきゃいけないんですよ。はい。わかりました。無理すんなってね。ありがとうございます。<laughs> 今ね、もう俺も自分で何やってんだろうって思ってるんですけども。はい。えー、ありがとうございます。あのヤフーのメールアドレスです。ありがとうございます。はい。えっと、こちらにね、えー、どの大会の何席を何枚という形で。 あの送っていただければもう今日からリストを作りますでそこに彫り込んでいきますですのでチケットができたらもう自動的に振り分けますので、えー、先着順でただしえー、っとですね僕もちょっと最近こう疑問に思ってる部分がありまして、えー、この取り置きシステムなんですが、えー、基本的にはもうキャンセルはなしということでお願いしますね僕はの去年 前日に14枚キャンセルっていう取り置きが来てあの死のうかなと思いましたんで、はいえー、取り置きは絶対にやめてください取り置きでキャンセルはやめてください、えー、できればあの事前に郵送とかも、えー、対応させていただきますので返信させていただきますので、えー、そちらよろしくお願いいたします、えー、大会日時と、えーまあ、場所を、ね、言っていただければ、えー、私も間違いないかなと思います、はい えー、というわけで、見切り発車でチケットの予約も受け付けてしまいました、私は引,く引けなくなりました <laughs>、はい、東京、名古屋、大阪、えー、皆さんね、ぜひ思いをはせて会場に足を運んでいただきたいなと思います、この10月20、21、22の3 d a y s 本当にチケットもできてないのに、すごいな、俺は。<laughs> 本当に <laughs> はい、さあ、えー、それでは気づけば、もう30分も一人でべらべら喋っているんですが、えー、質問等ありましたら。15年10周年ということで、ですかああ、なるほど、そこを触れるの忘れてましたね、自分でも。いや、あっという間ですよね、でまあ、15年前の今頃っていうのは多分、分まあ自分中3だったんですけども、まあ、その時はプロ野球選手になりたかったはずなんですよ。 でもちまよってちょうどあれですねお笑いまあ M−1 でようかとその時の相方という話をしててまあ野球もいいけどまあ、夏休みの思い出にみたいな形で m 1にエントリーしたら気づけば芸人の道に進むことになっていて、えー、そして気づけばプロレス業界に入っていたそれがまあ10年前の今頃ですが本当にあっという間ですけど正直。 ここまでトトントンといくとく思っってなかったですよねもちろんその苦労もありましたし途中でもうやめてやるわって思ったこともあったんですけどもでもここまでなんだかんだで続いてるっていうのは本当にこう、まあ、先輩であったり、まあ、師匠のテッドさんであったり。 えー、そしてこう大阪プロレスというのはやっぱ常連さんにこう愛されて、えー、やってきた団体なのでその時にこう毎週顔を合わせるような常連さん、えー、地方に行った時東京に来た時には声をかけてくださるプロレスファンの方そういった方々がやっぱりこう楽しみにしてるよというお言葉をいただけるので、まあ、自分もやっぱり自分の仕事はエンターテインメントにかかってることなんだなと、えー、思いながらやってこれました本当に、あのー、皆さん支えていただきましてありがとうございます。 あの先ほどもねちょっとコメントでありましたがあの昨夜は初めて新日本プロレスさんのリングでレフェリングさせていただきましてまあ第3世代の試合が初めてというわけじゃなかったんですけれども本当にあの楽,しい楽しくも有意義にやらせていただきましたしはい吉野さんえまだ20代20代なんです,20代なんですあのこの大会は20代のうちにやってしまおうと思っ,た思ってましたので。 このの大大阪大会の5日後にに私は30代になります、はいえー、ですのでまだ20代です20代の最後のあがきを、えー、皆さん本当に見ていただきたい、えー、来て何かしらグッズも買っていただきたいもう本当にねここはあのご祝儀ださいって自分で言うのもなんですけどご祝儀だと思って、えー、やって頂ければなと思いますのでまあ自分自身この10周年を迎えてなんかゴールしたなっていう気はさらさらありません。 あの芸歴が15周年だからなんだとたかが10年たかが15年ですよこの先自分はおそらく死ぬまでこの業界にいると思います、えー、エンターテインメントスポーツエンターテインメントにか携わる、えー、ことで食って死んでいきたいと思いますんで、えー、この先、まあ、何十年やるか分かりませんけどもこの先々もご期待いただく上でこの節目の大会、えー、ご期待くださいよろしくお願いします、はい さあええー、というわけで期待してくださいあの本当にで見てつまんなかったら本気でつまんないって言ってくださいあのそこは本当に知って叱責を受けたいなと思いますのでやっぱ面白いものを作るのに妥協したら負けやと思ってますんで、えー、本当に皆さんご期待ください名古屋大会ねあちなみにねこの名古屋大会をやる理由はテッドさんのお膝元だからです本当はねこう東京大阪でいいかなっていう部分はあったんですけど なんかねテッドさんのところ俺素通りするのちょっと違うかなと思ったんでそんなにこうねゆかりがあるわけではないんですけども名古屋でやってテッドさんのところに俺のプロレスを持っていこうかなというのが今回のまあ趣旨でありますんでね、はい、そうテッドさんに見に来てもらいたいまあどうせテッドさんね東京も大阪も来るんですよ絶対会場にいるんで、はいえー、イメージ DVD の予定はどういうこと <laughs> どういうことイメージ DVD? はないです、はい、全くないいでですます全く、はい、脱,脱ぎません脱ぎませんあねその参戦してほしいみたいなねお言葉お声はねいただけるとちょっと参考にしていこうかなと思いますのではいさあそれではえー、間もなく受付、えー、質問と受付終了したいなと思いますが大丈夫でしょうか大物参戦予定はありますあります 俺の頭の頭中で考えてるだけけやねんけど、ま、だちょっとそのもろもろのね他のカードの組み合わせがいかないとそこに声かけるわけにもいかないので、ええ、ありえますので、はいええ、西野さんのポートレートは出しても売れねえだろうなもう俺の,俺のポートレート誰が買うねんじゃないですから、ええ、レフェリーの個数は凝りますか怒ってどないすんねん <laughs> <laughs> 縦島だよ縦島はいえというわけでそれではだんだん大喜利化してきそうになってくるのでそろそろこれよきところで締めさせていただきたいと思います本日も平日のお忙しい中皆様お越しいただきましてありがとうございましたそしてニートの方を除いて皆さん昼間からご視聴そして盛り上げていただきありがとうございました10月212223吉野恵子10周年 ええー、記念の透明版ツアー切りましたもしかして。ええっと、二十二十一、二十二です。あ、そうですね。僕間違えましたね今。二十二十一、二十二ですね。はい。えー、20, 21, 22えー、二十二十一、二十二の透明版ツアーぜひご期待いただいて、すべての会場にお越しいただきたいと思います。それでは、えー、また続報お待ちください。本日はありがとうございました。